裏世界ラボ。マキの自宅マンション。すみません、あと少しだけお待ちください。社長にメール送ってしまうので。全然いいよ、急に来たのはこっちだしさ。牧村さんからの書類届けに来ただけだからね。はい、終わりました。お待たせしました。お疲れさん。そんじゃこれ確認して牧野に渡しといて。はい、預かります。で、その牧野は？さあ、このところ外出が増えてて、さっきは急に地下銀行業者のリストが欲しいという話だったので送っておきました。地下銀行って何？オーバーステイや不法入国した外国人が国に送金するために使う闇銀行です。身分証明書がいらないんですよ。最近はテロ対策で海外送金が大変なんですけど、地下銀行は業者に電話して来たスタッフに本国の口座番号と現金を渡せば終わりなんです。そういった業者は各国に仲間がいて、例えば中国の方から依頼を受けたら、その金額を中国の仲間が指定の口座に振り込む。そうすればバレません。世界的にはイスラム圏の方が多く使っている手口です。あー、すげー需要ありそう。で、手数料は？ごく少額か無料ですね。無料？その手の業者は為替差益とかで儲けているんですよ。そして扱う金額が大きければ大きいほど儲けは大きくなるので。集客のためにも手数料取らないってことか。へえ、いろいろあるんだな。林田ちゃんってそういうの牧野の事務所に来てから勉強したの？もともと親の金銭絡みで嫌な思いしてきたので、身を守るために知識をつけたんです。それを今活かせてるんで良かったって思います。へえ、じゃあ牧野と林田ちゃんウィンウィンじゃん。だといいんですけど。牧野ってああ見えて結構扱いづらいじゃん。合理的すぎてそっけねっつうか。それに闇金で働こうなんてやつらはろくなのがいなくて、今までのスタッフ長続きしなかったんだけど、林田ちゃんは長続きしてるからすげえと思うわけよ。多分私も似たところがあるからだと思います。私も割と合理性を重視するというか、よくアンドロイドっぽいって言われるんです。人工生命体感あるよね。それに家庭が家庭だったから、自分のことを詮索されるのも好きじゃなくて、哀れまれたくないとか下に見られたくないとかじゃなくて、単に面倒なんですよね。それはちょっとわかるな。一つ話したら全部話さなきゃいけねえのって面倒だよな。そうなんです。でも女子って割とそういうのを掘り下げたがるんで。でも社長って一切こっちの事情を知りたがらないじゃないですか。それだけなら単に他人に興味ない人ですけど、こっちが話すとちゃんと聞いてくれるので、いい距離感の人だなと思います。確かに俺が牧村さんの話してもなんだかんだで全部聞いてくれるし、適当じゃなくてちゃんと相槌打ってくれるし。はい、そういうのが居心地いいなって。ここで働き始めた頃、ちょっと厄介なお客さんがいたんですよね。へえ、どんな客？私の同級生です。数年前。あと1日、あと1日待ってください。ジャンプもできねえくらい差し迫ってるやつが24時間で何ができるよ。待つわけねえだろ。ジャンプ、返済額の利息分だけを払って支払い期限を延長する方法。支払っても元金は一切減らないため、負のループの入り口となる。このままその風呂屋行って働いて返すか、倒産の業者に借り換えするかだ。どっちがいい？倒産なんて絶対無理。1ヶ月で風呂行きじゃん。林田、車呼んどけ、ここ出るぞ。はい。ちょ、待ってって。え？あんた、林田マッキー？向井さん。え？マジで林田？あんた、借金返せなくなって愛人落ちでもしたの？そういうわけじゃないですよ。うっそ、絶対そうだよ。だって大学時代から親が借金持ちって噂あったじゃん。バンドやってんのも、ファンに売りやって稼ぎたいからだって聞いたけど。はあ、そんな噂あったんですか。ねえねえ、牧野さん、
この女つまんないでしょ。空気読めないし何考えてるかわかんないし、大学でもぼっちだったんだよ。普通恥ずかしいよね、女でぼっちとか。何が言いたい。こんな女連れて歩いてたって牧野さんの格が下がるでしょ。だから私はどう、私が愛人になってあげるよ。俺になんかメリットあんのか。牧野さんは1回2万でいいよ。つっても全然ダメだったけど、愛人にしてくれるならお金なんかいらないし。それにそいつ確かに見た目は悪くないけど、どうせやっててもマグロじゃない。そんなのより絶対私の方がいいから、上手だから。なんだったら一回お試しとかでも。もう一度聞く、俺のメリットは。え、だから。ねえのか。じゃあ話はここまでだ。林田、行くぞ。店でいいわ。男の相手すんの得意そうだからな。わかりました。え、ちょっと待って待ってってば。ねえ。文句がありゃ店と直接交渉しろ。俺は店にてめえの債権を売る。働いて返すなり、土産とこの業者に借り換えるなり、好きにしろ。腹減ったな、コンビニ寄ってっか。牧野さん、聞かないんですね。向井カナの話か。仕事には関係ねえだろ。そうですけど、普通どういう関係かくらい聞くんじゃないですか。大学の同級生で、向こうが一方的にお前をバカにしてた、あるいは妬んでたってことだろうが、そのくらい見りゃわかる。妬んでましたか。不必要にお前のこと下げてたから、妬みでしかないだろ。それ以上でも以下でもねえよ。金を回収した時点でこの件は終わりだ。社長って本当に合理主義者ですよね。余計なことは一切聞かないみたいな。そうじゃなきゃやってけねえだろ、この仕事。だからって社員であるお前のことまで無関心なわけじゃねえ。今日の向井カナの暴言は明らかにお前がノーダメージだったからほっといたし、お前が俺の助けを必要とする人間じゃねえのも知ってる。それでも手に負えねえことがあったら相談しろ。物理的でも精神的でもどっちでも構わねえから。そこまで甘えたいわけじゃないですよ。わかってるっつの。お前も戦力になってきてるから急にやめられちゃ困る。不安要素があんなら共有するか潰しておきて、そんだけだ。ってことがあって、この人思ったよりいいなって思ったんですよ。いいやつってこと。いえ、悪い人だとは思うんですけど、距離感が理想的だなって。それ人間関係において重要だよな。まあでも林田ちゃんがそう思ってくれてんならよかったよ。今日牧野の誕生日だしさ、お祝いついでになんか言ってやって。うん。あれ、忘れてた。忘れてたというか知りませんでした。どうしよう、何も用意してない。林田ちゃんがチューでもハグでもしてやりゃプレゼントになんじゃない。え、社長は喜ばないと思うんですけど、そもそもあの人男性機能に問題があるか、ゲイの方じゃないんですか。兄貴と同じような疑惑持たれてる。だってこれだけ一緒にいて一度も変な空気になったことがないので、そういう目線すら感じたことないんで、そうなのかなって思ってました。あ、じゃあやっぱり単純に私に全く興味がないんですね。好みのタイプと真逆なのかな。多分それもすごい解釈違いが生じてると思うんだよな。お帰りなさい。お、昼はメール助かった。小塚来てたんだって。はい、書類を預かっています。わかった、すぐ見るわ。お前晩飯は。社長が遅くなるっておっしゃってたんで、ドリア作って食べました。社長も食べます？焼くだけにしてありますけど。もらうわ、腹減った。うん、なんだこれ。誕生日ケーキです。と言っても全然ケーキじゃないですけど。俺の？はい、小塚さんに聞いて急いで作ったんです。でもケーキ用の材料がないからパブロバになっちゃいました。メレンゲを焼いて作るお菓子なんです。
本当なら生クリームで飾ったりするんですけど、それもなくて缶詰の果物だけですけど、一応それっぽいかなって。それにプレゼントも用意してないんです。ごめんなさい。いらねえよ、十分だ。つうかびっくりした。私も誰かの誕生日をお祝いしたいって思うなんて自分でびっくりしてます。うまそうだから先に食っていいか。わかりました。コーヒー入れますね。うまい。こういうクッキーあったよな。あ、はい、ラングド社に似てるんですよ。へえ、面白いな。牧野さんが帰ってくるまでいろいろ考えたんですけど、私たちの間でプレゼントとか変だなって。雇い主と雇われる側だからな。そういうだけじゃなくて、なんだかよくわからないんですけど、物を送るの嫌だなって思ったんです。だから代わりに牧野さんが良ければ来年もケーキを作らせてください。来年はちゃんと生クリームもイチゴも可愛いメッセージプレートも用意してちゃんとします。いらね、来年もこれがいい。缶詰の果物使ったやつ。はい、そうですね、来年もこれで。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。